水谷隼写真を拡大。卓球男子の16年リオデジャネイロ五輪男子シングルス銅メダルの水谷隼。29イコール木下グループが17日、ワールドツアー韓国オープン出場に向けて羽田空港を出発した。6月上旬のジャパンオープンは欠場したが、後半戦に向け、調子を上げてきている。2週間はナショナルトレーニングセンターで合宿していた。最近は練習ができていなかったので体の動きが良くなってきた。今は良い状態なので、この状態で世界のトップとどれだけやれるかワクワクしている、と期待感を口にした。6月中旬、5年間主戦場に置いてきたロシアで、ロシアリーグ、ロシアカップを制し、2冠を達成、集大成を見せた。その後、海外生活に区切りをつけ、20年東京五輪に向け、再び拠点を日本に戻した。ロシアでたくさんの経験をさせてもらった。学んだことを活かしていきたい。今まで以上にもっと強くなれる気がする、と今後の可能性を見出す。15歳の張本智和、エリートアカデミーの活躍を刺激にしている。後輩は、ジャパンオープンでワールドツアー2勝目を飾り、世界ら、キングは日本勢最高の8位まで上昇と加速度的に成長している。やっぱりすごい。あの年齢で、リオ五輪金メダルの、マロン、中国、に勝つんだから、あのレベルに行けるように、と自身のモチベーションにしている。五輪選考会が始まる来年1月まで、結果よりも質を求めていく。今は結果はそれほど意識しなくてもいいと思っている。自分が練習していろんな手応えをつかんでいきたい、と話した。